はい、どうも皆さんこんばんは、電海堂です。本日もゲーム実況をやっていきたいと思います。今日もですね、フォールガイズの方でプレイしたいと思います。では行きましょう。今日もソロでやっていきます。そのうちなんて言うんでしたっけ、ソロじゃなくて何人か、まあ4人とかのやつでもやってみたいなとは思っています。そっちの方がもしかしたら優勝狙えるかなということで、そのうちやってみたいと思います。で、今日は一応ソロで、いつものようにやっていって、まあ昨日を超えられたらなというふうに思っています。おお、最初にエアータイム来ましたね。まあエアータイム前回一応クリアはできたので、まあちょっと全力でいきたいと思います。エアータイムなぁ、結局どこがいいっていうのがよく分かってないんですよね。まあ今自分がどこにいるんだろう。最初のポジションはどこだ。あ、こっちだ。っていうと左行こうかな。あ、ブロッコリーがいる。すごい。あ、隣にペンギンもいる。なんか最近このペンギン多いですよね。よいしょ。ここでちょっと稼ぎましょう。あ、無理だった。まあ、とりあえずは 33%、稼げたので、ここはどこだ。あ、じゃあ、こっち行こう。あ、ちょっと良くなかったな。はい。潔く降りましょう。え、なんだ。あ、でも 41% いってるんで、OK。いい感じ。これで右。これなんかもうちょっとのところで、あー、そこいけないか。まあ66なんで、ファーストステージなんで24人残れるので、まあいいところかな。ブロッコリー。よし、あともう一回。まあまだ11人だから、あ、最後じゃあ、あそこ行きましょう。オッケーオッケー、行ったでしょ。はい、ファーストラウンド、ファーストラウンド。クリアということで。で、いつもお話ししてるんですけど、ちょっと編集の関係で、合間合間が切れなくなってしまっているので、皆さんの方でちょっと早送りなりしてもらえると助かります。あの大きい円盤がやっぱ一番いいんですかね。なんかやっててあそこが一番落ちにくいような感じがするんですけど、風も吹いてくるんですよね途中で。その風に当たっちゃうとジャンプとかしてる時に落とされちゃうんで、まあ、なかなか難しい。お、ブロッコリー残ってますね。ブロッコリーなんか別に変わんないんだろうけど重そうだな。体積がでかいな。あ、もう多分これ配信っていうか、動画投稿する頃にはもう時間が経ってるかもしれないですけど、皆さん雪とか大丈夫でした？結構今回雪降って、まあ私の住んでる場所なんかは結構20センチぐらい雪が積もってしまって、なかなか大変でしたね。車で走るのも結構一苦労な感じで。あ、パイプドリーム。よかった。名前見逃したと思ったら、パイプドリームですね。第2ラウンドは。今、普通に話してて忘れてました。はい、では第2ラウンド、パイプドリーム行きましょう。ブロッコリーいるね。オッケー。最初は手がニョキニョキ。オッケー。ここでしょ。はい、いい感じですね。昨日はちょっと正確にやろうってミスなく行こうっていうのをやりすぎたので、今日はちょっと大胆に、攻めていこうかなと思います。オッケーオッケー、入れ。15人か。15人っていうと結構厳しいな。余裕はない。落ちてる場合じゃない。よいしょ。あ、乗りたかったな。オッケー。オッケーオッケーオッケー。15人。これ一人目とかがクリアし始めるとすごい焦りますよね。あー、ダメな周期に入ってる。オッケーオッケーオッケー。
や、いや、こういうところで焦っちゃうとダメですね。ああ、危ね。あれ落ちてたら最悪でしょ。お、最後まで来た。こっちから行こう。オッケー。いいよ、冷静に行ってますよ。とりあえず今3人、4人。多分こっちから行けるでしょう。行ってくれ、行ってくれ。はい。第2ラウンドクリアです。15人だったかな。結構ギリギリではありましたけど。まあ、そんな大きなミスなく行けたかな。もう、隣に鶏がいる。お、よかったよかった。ブロッコリー残りましたね。よし。では、ブロッコリーと共に、第3ラウンドに行きたいと思います。あ、ちなみに別にブロッコリー全く関係ないです。私は知らない人です。続きましては第3ラウンドは、どこだ?あー、ソニック。ソニックって言っちゃっていいかわかんないですけど。この輪っか集めるやつですね。これ昨日やったな。いやー、これは行きたい。これ勝ちたいな。みんなのいない場所を目指してった方がいいな。まだね、このステージの全体的なものが分かってはないんですけど、でもこう見るとめちゃくちゃあるんですね。こんなにリングあるんだ。どっから行こうかな、みんなのいない場所。ダメだ。こんなとこ行っちゃダメだ。ダメだ、一個も集められてる。とりあえず上行かなきゃ。ここ行ってない、みんな。こっち行ってないんで。うわぁ、一個も集めらんない。これ結構ダメなパターン来てますね。ダメだ、ここにいちゃダメだ。いやぁ、やばい。めちゃくちゃ焦る。ダメだ、全然集められてない。オッケー。ここあんまいないんで。はい、怒涛の。12。よし、あと3、あと3。いやー、落ちるのか、ここ。昨日もあと3ぐらいだったんですよね。オッケー。第3ラウンドクリア。いやー、よかったー。まあ2回目だったんで、このステージ。どうにかクリアしたかったですね。果たしてブロッコリーはいるのか。あー、ブロッコリーいないか。まあ、とりあえずブロッコリーの分まで、頑張っていこうと思います。ブロッコリー残念だったな。もしかして自分が残らなければブロッコリーが残れたかもしれない。まあ、ブロッコリーどうでもいいんですけどね。で、次が。はい、ブラストボール来ました。ファイナルラウンド。こないだ、ブラストボールのステージがあって、めちゃくちゃつまんなく落っこったんですよね。よし。今日はいける。今日はいける気がする。今日は1位取れる。8人。絶対勝つ。ここの攻略なんか何も知らないですけど、絶対に勝つ。とりあえずあそこのボール取り行くか。いや、近いのはこっちだ。まあ、とにかく、狭くなる前に、みんなを、どかしていければいいっすね。それか、もうただただ逃げ回るか。あいつ狙い目。よし。行け!そっちかい!危ない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 。黙っちゃうな、これ。やばい。やっぱむずい。ブラストボールむずいっすね。いや、じゃあ、次行っちゃいましょう。あ、でも、とりあえずファイナルまで、どうにか行けたので、まあ、あとはファイナルですよね。やっぱブラストボール難しいっすね。あそこ勝ったことないんすよ。あ、なんかもらった。ブラストボールもな、もうちょっと。もっと見せ場を作りたいですね。よし、じゃあ次行っちゃいましょう。次はどこだろうな。
今回なんか自分的には結構いいステージが続きましたね。次もいいステージに当たってくれれば、また決勝行きたいですね。決勝まで進んで、そこから勝てるかどうかはまた、そこで全力で頑張りたいです。まだ、あれかな？みんなが来ないかな？ 52 人。いやー、クリアしたいな。はい、ドアダッシュ。ここは固く勝っていきましょう。まあ、なかなかいつも1位取れてないんですけど、まあ、優勝できてないんですけど、まあ、どんどん練習をして、まあ、今は全然、下手くそで、なかなか、うまくいってないですが、まあ、皆さんとこうやって配信をしていく中で、どんどん、成長できればと思っています。で、また、配信してない時にも、練習をしたりしていければと思ってます。で、その、配信してない時に練習するのが、なんか、ちょっと、悔しい気がしたんですよね。なんか、そこで練習した時にもし1位取っちゃったら、なんか、すごい悔しい気がしちゃって、まあ、それでも、まあ、もし、それで1位取れた時は、どうにか、記録的には残していこうと思うんで、スクショするなりして、1位取れちゃいました。まあ、できれば、みんなの前で1位取れるのが一番理想なので、まあ、それには強くなればいいんですよね。強くなって固く1位取れるようになれば、いつも、いいところを見せられると思うんで、まあ、頑張って練習しなくちゃな。割といいところにいるかな。36人しかいないですね、今。あ、違うか。クリアできるのが36人か。この、みんないすぎて、密すぎて進めない。あ、やばいな、これ。結構人数多いぞ。いやー、もっと。ちゃんと走ってくれ。ちゃんと走ってくれ。うわ！これ行ってないか？これ届いてるんじゃないか？いや、悔しいな。ちょっと速攻で次行きます。さすがにこれで終わんの悔しいんで。あー、なんかちょっとさっきあれですね。最初の方は良かったんですけど、だんだん進んでいくにあたって、後ろの集団に巻き込まれちゃいましたね。若干の運もあったような気がするな、今。ちょっとこれで終われないので、速攻で次行きます。ソロショー。でも4人とかもやっていきたいですね。4人でやってって、そうするとステージとかも若干違うのかな。まあ、もし皆さんよろしかったら、全然コメント欄何でもいいんで、コメントしていただけると嬉しいです。まあ、全部返すつもりでいるので。本当に、購入した方がいいよとか、アドバイスだったり、そういうことをしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですね。まだまだ全然下手くそなんで、これでどんどん上手くなって、毎回のように優勝を見せられるようになれば、あ、これなんか早い人めっちゃ早いですよね。なんかこの間動画で見たな。真似してみようかな。絶対できないけど。すごい、リがいっぱいあるな。リリーリーパーですね。ドラムでバウンドしながら、あ、消えちゃった。じゃあ、ドラム、え？何が起こった？ちょっと待って。これカットできないから、あれですよね。今完全に自分の手癖の悪さが出て、なんかめちゃくちゃボタンを押してたんですよ、今。ボタンを押しまくってて、そのボタンがちょうどステージ始まる前に、ちゃんと、機能してしまって、普通に出ちゃった。はい。ってことで気を取り直してヒットパレードですね。カットできればいいんですけどね、合間合間が。ちょっとこの携帯で撮ってるアバターと、このゲームやってる画面が合わせるのがちょっと大変で、で、ちょっと編集する手間を省くために、ずっと撮りっぱなしにしてるんですよね。まあ、とりあえずこのステージっていうか、この、レースで終わりにしていきたいと思います。なので、今回もこれで優勝できるように、頑張っていきたいと思います。
思います思いますですね。あ、何これ、楽器みたいなのがやる。よし、じゃあ行きましょう。いやー、1位取りたいな。ただこんだけの人数がいて優勝するっていうのもなかなか今回良くない気がしますね、これ。まあ、まだ、冷静に行きたいと思います。あっと、これ良くないやつだぞ。よく避けた。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。棒がちょっと押してくる。あ、今回この、振り方なんですね。え？これまだ終わりじゃないよね。今までだったらなんかこれで終わりな感じだったんですけど。え？もうここで終わり？ステージ短くないですかこれ。はいはい。じゃあ、普通にクリアです。なんかもっと今までありましたよね。めちゃくちゃ短いコースじゃないですか、これ。よかったよかった。なんかまだ続くんだと思ってました。はい。ってことで、第1ラウンドはクリアです。で、残ったのが30人ですね。30人。さっきの楽器みたいなのはいなくなっちゃったかな。じゃあ楽器の分まで頑張りたいと思います。次はどこだ？次のステージは、あ、さっきの、輪っか集めるやつですね、リング。最初ちょっとさっき手こずっちゃったんで、最初から集めていければ、もうちょっと固く勝っていけるかなと思うので、あ、まあ、最初からちょっとみんなのいない場所を目指していきたいと思います。さっきはちょっとね、うまく、てか、人多くないか。あ、出た。スキンが違うバグ。あ、これ上いけるでしょ。OK。あいつも諦めたな。はい、上行きまーす。いや、いるか。いるんだったら行かない方がいいな、これ。いやー、いけねえ。潔く他のとこ行こう。これ上登んのありですよね。いや、なんだこれ。あ、ダメだ。グダグダだ。グダってる、グダってる。取れた。いや、こんな場所で遊んでる暇はない。いや、もう二人クリアしてんの、もうどんな速さなんだろう。クリアしてるのはどんだけ速いんだ、みんな。二人以外なかなか次のクリアーが現れないから、やっぱみんな手こずってんのかな。8人いきなり増えた。今回ちょっといけなそうだな、これ。いや、あそこ激アツやん。いや、そのピロリンピロリンしたいな。え、一個かい。いや、今回この時点で、いや、あそこ美味しかったな、絶対。もう一回上。いや、あと4人か。ここ絶対美味しい。いや、でも、ああ、じゃあ、あそこ、今度狙いますね。よし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 。ああ、あったんだ。やっぱむずいな、ここ。いやあ、悔しいな。そっか、楽器みたいなやつはもういないですよね。じゃあ、ちょっと、今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。いやー悔しい。でもあそこのステージ楽しいですね、なんか。いっぱいコインじゃないけど、リングか、集めて。音もいいし。じゃあもうちょっとまた練習して出直そうと思うので。本日も動画見ていただきありがとうございました。まあなかなかうまくいかないですが、皆さんに、見守られながら、うまくなれたらと思います。ぜひチャンネル登録、グッドボタンしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。